皆さんこんにちは。スイス在住5人家族のママです。今回の動画はスイス人のパパがすごく食べたがっていたたこ焼きを久しぶりに頑張って作ってみたところ、ハプニングだらけの動画になってしまいましたが、もしよければ最後まで楽しんでみてください。今夜の夕食はたこ焼きを作ることにしました。というのも数日前に遡るんですけど、という感じでパパがたこ焼きをすごく食べたがっていたので、日本にいる両親が送ってくれたこのたこ焼き粉を使って作っていきたいと思います。たこ焼きだけだと寂しいので、トマトサラダを作っていこうと思います。日本のような美味しいドレッシングになかなか巡り合えないので、いつも簡単なドレッシングを手作りすることが多いです。このドレッシングは簡単でシンプルな味なんですけど、すごく美味しいので、もしよければ試してみてください。トマトには栄養成分がたくさん含まれていて、体にもすごくいいそうなので、この時期よく取り入れるようにしています。スイスには普通の形のキャベツもあるんですけど、こちらの尖ったキャベツの方が日本のキャベツに近いのでよく買っています。夕食にたこ焼きだけって少ないと感じる方もいるかもしれないんですけど、スイスは基本的に一品料理なので、量があれば十分な夕食になります。実は私大阪出身なんですけど、たこ焼きを作ったことは数えられるほどしかありません。たこ焼きは3年くらい前に一度スイスのお祭りで作ったことがあるんですけど、その時予想以上に売れて、スイスの人たちも美味しいってすごく気に入ってました。今回はすごく久しぶりなのであまり自信はないんですけど、両親が送ってくれた魔法の粉で頑張っていきたいと思います。タコはスーパーに売ってたんですけど、ちょっと塩味がついていたので水洗いして塩気を少し抜きました。でも実は私はタコがあまり好きではないので、今回はタコ以外の具材も入れていこうと思います。でこちらチーズなんですけど、数日前休日だった日、いつものようにパパが子供たちが喜びそうなアクティビティを考えて行ってきた場所がクレンツァーベルクっていうあまり知られていない穴場なんですけど、この場所は数年前までは冬場スキーゲレンデになってたそうなんですけど、今は標高が低いせいか夏場のアクティビティの方が人気のようです。スイスは自然を守るための法律がいくつかあって、都会と自然が隣り合わせにあるので、どこにいてもすごく綺麗な景色を見ることができます。ここのハイキングコースの先にも綺麗な湖がありました。でこの日子供たちがものすごく気に入ったものがこちらのスクーターなんですけど、山頂のレストラン付近で借りることができて、ハイキングコースを下れるようになっています。子供たちはこれがすごく楽しかったみたいで、今でもまた行きたいってずっと言ってます。スイスには至る所に牧場があって、その産地のチーズを買えるんですけど、今回この山小屋で買ってきたチーズがこちらのチーズです。このチーズがすごく美味しかったので、今回たこ焼きに入れていこうと思います。こっちのチーズはスーパーで買ってきたものなんですけど、こっちのチーズも入れていこうと思います。
like Japan, they look like taco when they're doing it. There's a lot of tentacles. この美味しいたこ焼きを食べて元気を出そう。な。あと、レスし。まみでも先がまみよってご飯食べられないって。うん。あ、そうそう。さっきこれまみ失敗しそうだったからね。見たでしょ。ぐちゃぐちゃ。たこさんか、ピルツかケーゼかわからない。トマトサラダいる人。Looks good. 久しぶり。Yeah. Oh, cute. うん、これ美味しく食べて元気出そう。ね。うん。Look out, here she comes.I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. Cause she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us.Just the two of us. But I know I'm high. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so much.She's with somebody else and I will have to let her go She will never know, na-na Never know, na-na She will never know, na-na Never know, na-na Like she stole my heart Without knowing she didBut I guess that it will pass Yeah, I can't be the only one Who got lost inside the blue of those eyes I've got a heart When I was young Jesus, Ben Swiss style ということでちょっと悲しい食卓になってしまったんですけどたこ焼きは美味しくできたみたいでよかったですその後お姉ちゃんもちょっと元気を取り戻しましたもし今回の動画が良かったなと思ってくれた方は高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうチュース